ルガン2。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。強力な悪魔さん反応があったから来てみれば。悪魔さん一体何をしているんでしょう。マスター、近くに行ってみましょう。いつもと違う様子ですけど、何かあったんですか？なんでもないですよ。全然なんでもないですよ。クロナ、別にお前から預かったカードキーをどっかに置こうとしたりしてないです。え、あ、行っちゃったです。落としちゃったんですか？絶対に見つけ出しましょうね。何かあるようですよ。ないです。それは違うようですね。どこに行ったですかね。あ、何もないようですね。近くに何かあるようですよ。どこに行ったですかね。違います。なんと紛らわしい。見つかりました。やったよ。ディーニャー。はい、風だ。こんなに熱くなるなんて。やばい、やばいな。はい、何もないようですね。まあ意地悪。近くに何かあるようですよ。そんな。ないですね。よく注意して探しましょう。ここらに落としたはずです。よく注意して探しましょう。それは違うようですね。見つかっちゃいました。ずっと見守る。理想のカルダモン大好きなの。何もないようですね。こんなのしっぽちゃん漫画にもないよ。ないです。近くに何かあるようですよ。
注意して探しましょう。ないです。どこに行ったですかね。よく注意して探しましょう。マスター、それです、見つかりました。全部見つけられてよかったですね。ポイント2倍です。頑張って会社もあなたも見返すんだって。だからそれはあなたに勝って取り戻してみせます。天使、お前分かったです。それなら手加減はしないです。今すぐ決着と行きたいところですが、クロナ、朝からカードキー探してて正直ヘトヘトです。お互い次に会う日までコンディションをベストに整えておくです。わかりました。こちらも再生の日までモテオーラを高めて準備しておきます。それまでカードキーは悪魔さんが預かっていてください。わかったです、預かっておくです。それじゃあ天使、人間、また会おうです。感じのやりとりだったのにオチをつけないでほしいです。役立たずでごめんなさい。今日は大変でしたね。何か用か、お菓子くれるのか。さすが兄様。実は来月ジーとバーが結婚記念日でな、何を贈ろうか考えていたんだが、通販サイトじゃどうにもイメージが湧かなくてさ。バカにするな。ちゃんと安全なサイトを選んでるよ。でも確かに実際に見てみるのはいい考えかな。外の人怖い。じゃなかった、面倒だけど。わかったよ、今度買いに行くよ。でも一人じゃ怖、面倒だから。兄様も一緒についてきてくれないか。大活躍でしたね。天使は人間たちの愛の力がエネルギー源だから、ご飯を食べなくても24時間バリバリ働けちゃうのです。美味しいものを食べるのは好きですけどね。マスター、マスター、マスターの日頃の活躍を表してエンジェルリング社から粗品が届いてますよ。早く開けてみましょう。
何事にもファイヤーです。ほとばしれアームドブルー。行ってみただけです。びっくりしました。おやすみなさい。バンバン依頼こなしていきましょうね。おはよう、ナナコ様。うん、ちょっと体調が悪かったけど寝たら治っちゃった。もうあんな悪ふざけやらないでよ。今回は特別にモンブラン2個で許して死んぜよう。得しちゃったかも。ナナコ様が会長なされて本当に良かったです。私深く深く反省します。今日も一日頑張って、本日はいかがいたします。なんだか気もそぞろなご様子ですね。あれ？でもこの気配は。ううん、私他のクラスの友達に呼ばれてるんだった。ごめん、ちょっと行ってくるね。ふむむ、いえ多分気のせいだと思います。ですナナコ様、あれから戻ってきませんね。カフェカフェ。あれ？どうしました？ナナコ様が指定した場所はここですか？うん、こんな場所に呼び出して一体どうされたのでしょう。ここだよ、飛び箱のところ。ナナコ様。あのね、笑わない、絶対に笑わない。いい？絶対だからね。角が生えてきて、って、あれ？そういえば私の姿が見えるのですか？リースさんだよね。前に言ってた。今朝からうっすら見えるようになってて、多分そうなのかなって思ってたけど。驚きました。そのお姿といい、私が見えることといい、ナナコ様は悪魔だったのですか？私は人間だよ。どうしよう、これじゃあこの年で中二病デビューって言われちゃうよ。ナナコ様。わかりました。聞くかどうかは保証できませんが、これをつけてみてください。これって髪飾り？天界のセイクリットなホーリーアイテム、悪魔の力を封じる聖なる髪飾りです。聖なる髪飾り、わかった、試してみる。どうでしょうか。
は引っ込んだ、引っ込んだよ。ほらほら、のしっぽ、グッドライフだよ。ありがとう、リースさん。いえいえです。まだちょっとお尻と背中がムズムズするけど、はあ、よかった。ひとまずこれで学校に通えるよ。とはいえ、あくまで髪飾りをつけている間だけの対症療法です。なぜこうなってしまったのか原因を突き止めないと今後が不安ですね。おはようございます。まだちょっとお尻がムズムズする。どうしてナナコ様は突然悪魔になってしまわれたのでしょう。心当たりなんて全然ないけどな。もう少し調べてみる必要があるかもしれませんね。何か良いアイデアが思い浮かべばいいのですが。おはようございます。どうかした？あなたは夏休みの宿題って最後にまとめてやるタイプ？私は最初の方にやるんだけど、いつも何かしら忘れてて、最終日忘れてた課題に手をつけてヒーヒー言ってるタイプ。そういえばあなたにも手伝ってもらったことあったっけ？その節は大変お世話になりました。何何？何くれるの？あー、最高のチョイスだよ。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。逃げずによくぞ来たディース。コンディションは万全ディースか？問題ありませんよね、マスター。いい覚悟ディース。始めるですよ、人間。この戦い負けられませんね。真剣勝負始めるピース。ラウディ。うん。
マスターには本当に感謝です。カードキーもこの通り戻ってきましたし。驚かないで聞いてください。なんと悪魔撃退ノルマ達成してました。間違いないです。カードキーに書かれていますですから。やりました。これで私クビにならなくて済みます。これも全部マスターのおかげです。マスター大好きです。本日はいかがいたします？